やっぱりうまくいかねえか。となると次は、ウロボラス！体を再連生しようにも、今の状態じゃ、うまくやれるかどうかもわかんねえし。かといって、自然回復を待つのは時間がかかりすぎる。八方塞がりか。カリオストロさん、あの白いのに襲われてから、それに、あれからずっと調子も悪そうですし。ああ、そいつはオイラも気になってたんだ。それに、カリオストロがウロボロスを呼べないなんてよ。本当にどうしちまったんだよ。大したことじゃねえ。あの白いのに、ちょっとした傷を負わされてな。カリオストロ、団長さんに一つお願いがあるんだ。あのね、カリオストロ、体がうまく動かなくって。だから、団長さんに、カリオストロのお世話、お願いしていい？おいおい、さっきまで普通に動いてたじゃねえか。おい、トカゲ！お前は相変わらず余計なことばっかり言うよな。はい！でもよ、いつもならそんな傷、パパーっと治しちまうじゃねえか。なのに、どうして今は治さねえんだ？ちっ、それができねえから苦労してんだよ。あの白いのが使った攻撃、あれは物質を、って、詳しい説明をしてもわかんねえか。早い話、あの攻撃は俺様の体。いや、錬金術で作られたものに対して、特別に効果が高いんだよ。だから、あの攻撃で傷を負うと、簡単には治せねえ。そんな、じゃあ、今のカリオストロさんは？絶賛、弱体化中。お手紙が。ほら団長さん、食べさせて。あーん、届いたんですけど。何やってんだ。あ、見ればわかんだろ。あーんだ。いや、そうじゃなくて。なもん、看病だからに決まってんだろ。ねえねえ団長さん、カリオストロ、もっと団長さんにおねだりしていい？あーん。って、この程度じゃ動じねえか。俺様はお前の慌てふためく姿が見たかったんだがな。ふぅ、体調が悪いのに相変わらずだな。それで、どうした？そうでした。デリフォードさんからお手紙が届いたんです。それで、手紙には、助けてほしいって書かれていて。段を抜けたおっさんの手紙か。家族の元に戻ったって聞いたが、穏やかな内容の手紙じゃねえな。はぁ、段を抜けたい？そうです。どうしてですか？一緒にイスタルシアに行くって。もう一度、夢を信じて無茶をしてみたいって。そう言ってたじゃないですか。その思いは今も変わらぬ。しかし、その、家族から帰ってくるように言われてな。何でも私の親の体調があまり良くないらしい。だから戻ってきてほしいと。ご家族が。そういう理由かよ。そいつは仕方ねえよな。本当にすまぬ。私は遠くから団長たちがイスタルシアへとたどり着けることを祈らせてもらう。そしてたどり着けたその時には、私に
イスタルシアの話を聞かせてほしい。本当に道半ばで無念ではあるが、家族を助けずに夢を追うなど私にはできないようなんだ。はい、約束します。あ、オイラも誓うぜ。ありがとう。ではそろそろ。おっさん、体に気をつけろよな。それと家族を大切にしろよ。私はおっさんではない、まだ。おっさん。いや、なんでもない。もうこのやりとりもできなくなると思ってな。団長たちとの旅は若い頃の夢を叶えられたようで本当に楽しかった。心から礼を言う。ありがとう。私もです。ベリフォードさんもお元気で。じゃあな、おっさん。それでどうするんだ。まさかとは思うが。え、依頼ですか。ああ、そういえばそんな依頼があったな。ならその依頼のついでにおっさんの様子を見に行こうぜ。困っているなら手を貸してやればいいしよ。そうですよね、依頼のついでですもんね。見えすいた嘘をつきやがって。ちっ、しょうがねえな。団長が決めたんだし俺様も付き合ってやるよ。カリオストロさん。今の状態で厄介ごとに首を突っ込みたくはなかったんだがな。たく、俺様もお人よしになったもんだぜ。書かれている場所って こりゃあのおっさんすげえところに住んでんだな。そういえばあのおっさん昔は槍の腕前がすげえだとかでもてはやされたらしいな。あいつがか。いまいち信じられねえな。ま、それは今はいいとして、とりあえずさっさと入るぞ。んだよ、デリフォードのおっさん留守なのか。どこかにお出かけ中なんでしょうか。これだけでかい屋敷で一っ用心しろ、団長。お茶。おーい、デリフォードのおっさん。その声、まさかビン君にルリアとの。お、この部屋。ああ、もしやと思ったが、やはり団長殿たちが。ふにゃ。いや、これには理由が。って、そうではない。なぜ皆がここにいるのだ。さて、どういうことか。お前が俺様たちに助けてほしい。私が？何を言ってるんだ。私はそんなもの。あわ、帝国の人たちが。やはりそういうことか。う、おいおい。確証はないが、だが、おそらく。はん、進歩のない連中だな。話は後だ。まずは先にこいつらを掃除するぞ。戻りなさい、我が愛しの家族よ。
おいおい、この程度じゃ。まさかこれほどとは。相変わらず俺様を甘く見すぎだ。てめえらみてえないかにもな脇役連中にどうにかできる存在じゃねえんだよ。相変わらず凄まじいな、カリオストロ殿は。いや、これはその、私もいろいろとあってな。だから、団長殿を裏切ったというわけでは。いや、そんなことよりもみんな、早くカリオストロ殿を連れて逃げるのだ。私たち、そうだぜ。なんで、帝国兵と連。詳しい話は後でする。だから今は。デリフォード、また命令違反を犯すつもりか。ゼシード、やれやれ、そんなことだからお前はクビになるのだ。おいおい、兵士としての規範出なければ、今度は私がお前をクビにしなければならなくなる。金が必要なのだろう。それに家族も帝国に再婚だというのに。おい、実はその今はまた帝国に属しているのだ。その給金も良いし保証も。デリフォードさん、仕方がなかったのだ。家族のために多少金が必要で。すまぬ。いえ、謝らないでください。むしろ立派じゃないですか。ご家族のために頑張るだなんて。ありがとう。間違いであって欲しかったんだがな。